飛び越し大橋は、岐阜県大野郡白川村と富山県南都市の、昭川に架かる、東海北陸自動車道の橋である。岐阜県と富山県の県境に位置し、白川号 IC 五貨山インターチェンジ間に架かる。名称は、飛騨国の人へ中国の古史から付けられている。国道百五十六号から見た飛び越し大橋手前は、飛び越し7橋の一つである合掌大橋と、かぞりトンネル。 小川の手前が富山県、対岸が岐阜県となる。上り線、市の宮方面開通前の2002年7月24日に連結式が行われた。点検を容易にするための前外ケーブルや、橋上からの景色が見える、要構成高欄が採用されている。橋は県境に位置し、女性でトンネルと小白川トンネルに挟まれている。 双方向の富山県側には、非常駐車隊が、岐阜県側には、チェーンベースが設置されている。県と市町村名を示す看板は双方向のトンネル用電光掲示板の裏に表示されているが、下り線は何都市の表記のみ見られない。なお、並行する国道156号とは異なり、県境をまたぐ橋はこの飛越大橋のみである。 詳細は、飛び越し七橋を参照。AB 上平村ふるさとメール7号の2016年10月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。北日本新聞2002年8月8日。ありがとうございます。